阪神競馬場10レースは丹波特別、4歳以上2勝クラスのハンデ戦、芝の1 6 0 0ル戦に出走馬10頭です。向こう上面ゲートイン。上空少し明るくなりつつあります。阪神競馬場、薄雲が広がっています。馬場状態は芝量、ダート、オのコンディション。ダート、やや重のコンディション。さてゲートインは最後に10番のディオ。 収まって芝のマイル戦、スタートしました内でわずかに1番のムーンリットナイトが好ダッシュを見せていましたが真ん中から5番レベレンシア、これが飛び出して9番、帝王アマゾンついていっての2番手2番手から今度は先頭に立つ勢いですこの2頭を追って2馬身差10番のディオが外わずかに3番手内1番、ムーンリットナイトその後ろ2番のベルクレスタ外回りコースに出ていきました。 インコースから4番レアシャンパーに接近した中段2馬身がいて6番リメンバーメモリーそのうち並んで3番のアサケースで外回りの3コーナーカーブ1馬身半差7番山ンプレシオサおしまいから2投目 1000m 切って2馬身がいて8番東海キング最高峰です。3、4コーナーナ中間 後続を離して9番、帝王アマゾンリードを4馬身から5馬身800切りましたポツンと2番手、5番のレベレンシアその後ろまた4馬身がいて10番のディオが3番手外へと出した2番のベルクレスタ4番手。 インコース1番のムーンリットナイト1馬身され続いて600を切りましたこれに接近する6番のリベンバーメモリーそして内からは4番レアシャンパーニュ第4コーナーから直線さあまだまだ後続に5馬身6馬身リードを保って9番帝テイオーアマゾンが先頭残り400を切りました2番手から5番レベレンシアを追っている外から10番のディオが追って2番手に上がるさらに2馬身が空いてインコース1番ムーンリットナイト外2番のベルクレスタ残り200を切って先頭9番テ王オーアマゾンですが捉えて5番のレベレンシア 外10番のディオこの2頭そして内から1番ムーンリットナイトが3番手5番レベレンシア先頭でゴールイン2着10番ディオ1番のムーンリットナイト3着その後二2番ベルクレッサか9番帝王アマゾンか4着争いです勝ち時計は1分33秒95番のレベレンシアが制しました 大逃げ9番、帝王アマゾンを捉えて抜けれた2頭5番、レベレンシアと10番、ディオですが5番のレベレンシア10番、ディオを抑えました2着、10番、ディオその後3着に1番、ムーンリットナイト上がって4着、2番、ベルクレスタ5着、9番、帝王アマゾンに移りましたタイム1分33秒9ゴールまでの 800m46 秒 5600m は35秒1でした 阪神競馬10レースの丹波特別が終わりました5番のレベレンシア安城は横山典弘騎手です暮れの名古屋でのレース以来の5番レベレンシア快勝でした10番ディオ2着到達し上がって1着5番のレベレンシア安城横山典弘騎手2着は10番のディオ3着1番のムーンリットナイト4着2番ベルクレスタ5着が9番のテ王オーアマゾンです確定までお待ちください